時間のロスをなくすとかね、機会の損失をなくすとかね、そういったメリットを期待して私は打っただけで、ただワクチン接種は絶対必要だというふうには言ってはないです。Hey guys, my name is Kwame. どうも、Kwame です。よろしくお願いします。はい、本日は、コロナウイルスのワクチン接種3回目に行ってまいりました。今回の動画では、私の、私の体に現れる副反応、あとは経過観察報告、感想をこの動画で述べたいと思います。はい。1回目、2回目は、ファイザー社のワクチンを打って、3回目は、モデルナのワクチンを打ちました。腕を上げる動作。あと、接種部の腫れ。あとね、すごく気になってるのが、接種して3時間ほど経ったんですけど、非常に眠い。なので、ワクチン接種して車運転すると、これやばいんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい、そんな感じです。で、今3時間経った感じで、以前、一晩開けた、ファイザー打った時の一晩開けた時のような状態になってるので、モデルナの副反応やっぱ強いんだなっていうふうにね、思います。まあ、プラシーボかもしれないですけどね。はい。そんな感じで。まあ、とりあえず最後に繰り返しになりますけど、車の運転、マジで気をつけましょう。というか、もう、ワクチン接種の日しない方がいいかもしれないです。なんか副反応じゃないかもしれないですけど、非常に眠いんですよね。まだね、夜中じゃないんで、全然眠くなる時間じゃないんですけど、すげえ眠い。はい。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。経過観察報告なので、一旦ここで、動画を切ります。はい、ワクチン接種から24時間経ちました。今の体調はどうかというと、頭痛、吐き気、熱、関節の痛み、あと体の至るところで、心臓のね、鼓動っていうんですかね、ドキドキを感じる、指でも感じる、ことができるようになってます。で、とにかく、頭が割れるような頭痛がするんですよ。なんか首も痛いし、腰も痛いし、もちろん摂取した部位、あ、ここすっげえ腫れてる。あ、びっくりした。まだ、絆創膏貼ったままだ。ちょっと、あんまり記録ができないんですけど、これが倦怠感っていうのかな、なんか。ちょっと動いただけでも、はぁ、はぁって、息が上がっちゃう感じですかね。ただ、インフルエンザになった時より、マシなんじゃないかなっていうふうにね、思ってるんですけど、でもまあ、ちょっとインフルエンザになったの、最後になったのがもう2年、3年以上前なんで、ちょっと記憶が薄れちゃってるんですけど、まあとにかくね、大変です。さっきね、タイラーメン食べたんですけど、普段ならもう3分くらいあれば、もう、すっからかんになるんですけど、もう、肉を一口食って、休憩。麺を一口食って、休憩。で、何口か食べたらちょっと気持ち悪くなって、休憩、みたいなね、感じで、全然食が進まないです。多分この、副反応の症状が消える頃には、2キロくらい痩せてんじゃないかなっていうふうにね、思います。そんなことないか。はい。まあ、病気じゃないけども、まあ、元気っちゃ元気だけど、ちょっと、絶好調っていうわけではないですね。はい。モデルナ、打った感想は、今そんな感じです。もう全身、
ありとあらゆる関節に痛みと熱さで、あと吐き気、割れるような頭痛ですね。はい、そんな感じ。食欲がないです。はい、じゃあもう一度寝ます。てかもう一日中寝てるだけなんですけどね。もう寝すぎて頭が痛いのかな。とりあえず寒いんでお布団に戻ります。はい、はい、ワクチン接種から48時間以上経過しました。今の私の率直な感想はまあまあ元気ですかね。そのね、要因としては、頭痛が和らいで吐き気もなくなって寒気もしなくなりました。まあ多分熱も下がってるんでしょうね。熱あったかな。7度くらい、かな。そうですね。そういうことがあって、まあまあ元気。ただ、やっぱり相変わらず、この接種部位は腫れてますし、その接種した側の脇の下、ここが腫れてるんですよね。ボコボコしてます。で、なんか押すと痛いです。そして、ワクチン接種後ですね、昔怪我したことある、肩、肘、腰、膝、右膝、左のすね。ここにね、なんか痛みがね、出てきて、なんだろうなっていう感じですけどね。そうっすね。肩とかね。万歳とかね、やって、あーってやったらいきなり、いってーってなったりね、しますし、何もしてないのに膝が痛いとかね、すねが痛いとか、そういうのあります。なんか、これはワクチンの副反応なのかなーとかね、思ってます。はい。まあ、とりあえずはね、ご飯もちゃんと食べれるようになって、まあ、元気なんで、いいのかなーって、副反応も収まってきてるのかなというふうにね、思っております。まあ3回目のワクチン打つ、必要性があったのかあるのかちょっとわかんないですけど、まあでも打っといて損はないのかな。でも、ちょっとモデルナは副反応強いかなっていうふうにね、思います。モデルナアームとかね。ファイザーの時こんなに辛かったかな？どうだろう？わかんないな。覚えてないですね。もう。でもまあ、モデルナの方が辛かった気がするんですよね。まあ、一番ね、効果的だというね、ファイザー、モデルナという方法はありますけど、まあ、熱出るぞとか気持ち悪くなるぞという覚悟をして打った方がいいと思います。絶対に打たなきゃいけないってわけじゃないんで、打ちたかったら打ってください。はい。では以上です。最終的に痛みがね、いつ消えたか何日後にね、元通りになったかをまた動画で、報告したいと思います。はい。コロナウイルスのワクチン接種3回目。から5日ほど経ちました。モデルナ打って5日ほど経ちました。今体は絶好調です。問題なく生活できております。はい。今回は、これ動画の最後なんで、まとめになりますけど、何が起こったかをお話ししていきたいと思います。まず初日打った日、ワクチン接種から数時間で、接種部位が腫れて痛みが出てきて、腕が上がらないという状態になりました。で、その日は、なぜか非常にね、もうね、8時くらいからもう非常に強烈な眠気に襲われてました。もうね、すぐ寝れるんじゃないかっていうくらい眠かったです。はい。で、次の日、ですね。その日は、どういった症状だったかっていうと、まず寒気。頭が荒れるくらい、頭が割れるんじゃないかってくらい痛い頭痛。
もうなんか言葉が被ってるんですけど、頭痛が痛いみたいな感じに聞こえてるかもしれないですが、頭がとにかく痛かったです。で、寒気、頭痛、吐き気、あと息切れですね。うん。そういった症状がありました。うん。もうね、まあ、ちょっと違うんですけど、インフルエンザの症状に近いかなっていうふうにね、思いました。まあ、インフルエンザの方がちょっと辛かったかな。うん、もうちょっと辛かったかなっていうふうにね、思います。で、3日目は、まあまあ普通の生活はできていたんですけど、なんでか昔怪我した肩、肘、膝、足首、に痛みが戻ってきていて、あれなんか痛いなーっていうね。肩って言ってもここですよ、ここ。ここね、ここ、ここ、ここ。肩こりとかのやつじゃないですよ。この僧帽筋の張りとかじゃなくて、ここが痛いんですよ。あと肘とかね、ここ、ここ痛かったりしました。うん。で、今もね、ちょっと腕上げると痛いですね。うん、腕を、肩動かしたりすると、ちょっと痛かったりするときあります。はい。そういったね、強い痛みが返ってきていて、びっくりしました。まあでも、その日は頭痛も、ちょっと弱まってきていて、食欲も、そんなになかったですけど、ただ吐き気とかね、そういうのがなかったかな。うん。まあ、だんだん良くなってきているような感じはしました。で、今現在、絶好調です。肉を食べようとも、何食べようとも、吐きそうになるとかね。あと、ちょっと動いただけでも息切れするとかね。そういったのは、ないです。はい。だるさもない。なので、絶好調で普通の生活を送っております。はい。そんな感じで、ですね。はい。で、私、個人としては、あ、これ、この動画では、お前らワクチン打てよとかそういうわけじゃないんで、安心してください。私、個人としては、ワクチン接種反対です。ワクチン打ってるけど、ワクチンには反対です。正直言うと、打たなくて済むんだったら、一回も打たなくていいんじゃないかな、っていうふうに思っております。まあ、分かってない部分が多いっていうのと、私がね、勉強不足っていうのがね、あるので、ちょっとワクチンのこと知らないので、あんまりね、やりたいかっていうと、やりたくはないです。はい。なので、動画を見て、ワクチン打たなきゃなーとかね、そういうふうにね、思わなくてもいいと思います。はい。打たない自由なんで。少なからずね、ワクチン接種で死んでる人もいらっしゃるので、もしかしたらの可能性もあるので、打たないで済むんだったら打たないでね、済ましたいですよね。うん。ただ、私は、ワクチンを接種することでのメリットっていうのを期待して打ちました。何があるかっていうと、イベントにね、参加要件として、イベントだったり旅行とかの参加要件として、ワクチン接種が義務付けられていて、打ちました。イベントにも参加してないですし、旅行にも行ってないですけど、ね、打ちました。例えば、なんかコンサートとかもワクチン接種2回以上してるとか、そういうのが書かれてるらしいです。で、あと、旅行とかだと、ワクチン接種3回してないと隔離期間があるとかね。まあ、今言ったのはアメリカへの旅行なんですけど、ワクチン接種3回以上してたら隔離期間なし、まあ、ヨーロッパはね、ワクチン接種してても隔離、されるみたいですけど、なんか隔離されるっていうか、家で自宅待機してくださいねっていうふうに言われて、自宅待機できますかっていうことで、なんか解放されるらしいんですよ。で、誓約書を書いて、家でね、自主隔離をするっていうふうにしてるらしいです。でもなんか、そんね、
法的拘束力も何もないんで、正直言うと出歩いちゃってると思いますよね。なんか自分のね、都合のいいように解釈、注意書きをね、自分の都合のいいように解釈してフラフラしちゃってる人多いと思うので、なんかね、そのね、誓約書を書いたからどうのこうのってね、わけ、なんかね、拘束力がないのかなというふうにね、思います。まあちょっと話それちゃったんですけど、そういった事情があって、まあ、旅行行って帰ってきて隔離期間がなかったらいいなとかね、そういうね、あと帰ってきて空港での検査、そのね、列がね、長いらしいんですよ。4時間待ちの検査とか、嫌ですよね。接種してたらフリーパスみたいなね。まあ接種してるから安全かっていうと、必ずしもそうではないけども、なんかそういったね、時間のロスをなくすとかね、機会の損失をなくすとかね、そういったメリットを期待して私は打っただけで、ただワクチン接種は絶対必要だというふうには言ってはないです。はい、そんな感じで、ちょっといろいろ話しちゃったんで、散らかっちゃったんですけど、まあ私はワクチン接種、賛成派ではないです。はい、そんな感じで、皆さんちょっと、ワクチン接種に関して、考えながら、接種するかしないかとかね、決めたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. Bye bye.